同は今日から AI ・人工知能を用いて文章などを作成する生成 AI サービスを本格的に導入しました導入されたのはアメリカの企業が開発した対話型 AI ・チャット GPT などで入力した質問に対して文章で回答するものです一部を除く職員1万6000人を対象に業務用パソコンを通じて利用する形です 道は今年3月まで職員300人を対象に試験的に導入し役に立ったなどの意見が出たことから導入を決さまざまな部門でそういった企画ですとかあのアイデアを必要とするような業務に、えー、フルに活用していってもらいたいと考えています。